はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ミヒトです。今回は、動画では初めてですかね。2ピックの方、ロイヤル、やっていきたいと思います。はい、2ピックなんでね、ランダムでも選んだんですけども、難しい。一応ね、こいつですよ、ルミナス・メイジさんね。こいつね、ほんと、進化券がね、使わなくて、進化できるってわけでね、絶対入れるようにしてるんですけど、1体しか来ないっていうね。うん。できることなら2体欲しいですね。2体入れば、もうその時点で結構安定するんで。まあ、アルベールで、ラスト9ターン目かな。9ターン目ボコったり、オーディンで相手のめんどくさいやつを消したり、アックスデストロイヤーね、こいつ進化したとき、相手のフォロワーかアミュレットを一つ壊せるから、こいつなかなか強いってことでいろいろと入れてるんですけども、旅ガエルね、いらないよね、1枚でいいよね。まあ、こういうことはいいとして、やっていきましょう。ですね、一応、第1戦、相手が試合始まってリタイアされて勝って、2回目、まあ、ボコボコにやられました。はい、ネクロだったかな、相手は。で、3戦目っていう状況ですね、はい。今回は1回だけ試合したいと思います。あと2試合やろうと思うとね、絶対長い動画になってしまうのでね、短い方向で。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブー、ミヒトチャンネル。マッチングしましたね。さて、敵さんはロイヤル。なるほど。で、敵さんのランクが、やばいとこに行ってるね。A2 かな？旅帰りいらないんだよな。ミディアは、まあ、使えるっちゃ使える。ソードビットメインはいらない。低コストが引きたい。いや、今引けるってことを、よろしく！最高ですね。最高のムーブができるんじゃないでしょうか。敵さんもロイヤルと、よろしくお願いします。もしかして結構いい感じの敵ですか？よろしくお願いします。この紋章って A の2かな。僕まだ A の1 くらいなんですけど、どうなんですかね。さて、敵さんなんか出してくるかい？サムライ、サムライ、おう、いやーサムライ、これはね、渾身はなんか置いときたいよね。スペルカードで相手のカード除去できたら進化券とか使わないことがあるから、できることならこっちの方。仲間ってのはいいもんだ。お呼びですよ。ぎゅー。じゃあここエンジェルナイトはまあ悪くないから、ちょっとプリッチランサー、突っ込めよし、バニラコンね。大丈夫、こっちに進化券が3つある。ここ有利だよな、このモード。ほんと2ピックね。でもまあ、相手が、あーい、マジか。作戦失敗。うわー、フォージ系。あー、ここは、相手が死の武闘とか持ってたら嫌なんですけど、サブリーダー、ゲルト。相手の場にフォロワーが3体以上いないとこいつの力発揮しないから、ミラージュディフェンサー素出しでいいかな。ミラージュディフェンサー素出しでいく。相手コスト5になって何が出てくるかなんですけど、アルベールが出てきた場合、まあ倒せない。進化しておいとこうか。私は王国の番人。で、一応倒しとこう。相手が何で来るかなんですけど、どうきますかね。これは攻撃的な巨像がいらないよね。7以上の数あんま入ってないからね、このデッキ。何のための、まあ、うわーい、青君は我らの、マジで何もしてこない。おい、アルベール、こいつはいいぞ、こいつはいいぞ。これは渾身で倒しつつ、
エンジェルナイト。で、顔投げる。いいですね。さて、どうしてくるって来たんよ。先行だから進化権が2つしかないっていうのはやっぱ辛そうだな。僕だったら絶対辛いからね。ソードウィップメイドはな、いないと発動しないよね。まさかと思うけど、旅ガエルロイヤルみたいなことしてこないよな。うん、そう来るでしょ。で、どう来る。あら、はい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 、ソードウィップメイドスダッシュで、よし、これでいい。進化権を温存しつつ、相手の体力を10以下まで減らしつつ、守護を出させたくない。マジかマジか。取られはしない、取られはしないで、ミニゴブーコス2回が出してくるか。出してくる。じゃあこれは、おーっ、ちょっとアックスデストロイヤーは強い気がするが、エンビアでゲルト出してもいいっちゃいいけど、進化権は温存しておきたいけど、いや、まあ死ぬことねっしょー。つわけでアックスデストロイヤー行こう。フィーナちゃんのいるところを笑顔と勝利ありよ。よし、これでどうだ、これでどうだ。どっちかいったら生き残ればアルベルでいける。てか生き残ってくれ。イエス、よっしゃい、今回良かったぞ。今回いいムーブができたぞ。いいね、あの相手に最初にね、ユニコ出せたのが良かったかな。あの相手に処理に回らせるっていうのがね、良かったんじゃないかなと思います。じゃあ、もう一戦はしません。はい、絶対長い動画になっちゃうんでね。はい、それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。